委員会を再開をいたします。休憩前に、質疑は終了しております。討論はいかがいたしましょうか。いけない意見発表を行います。令和2年度千代田区一般会計国政予算第3号は、感染症対策として緊急性が高く、区民生活にも大きく影響する重要な予算です。質疑の中で12万円の給付については積算根拠が曖昧であること、インパクトしかなく効果がないと否定的であったことからの方針転換について明快な答弁がなく疑問が残りました。また当初案の個人給付は事務手続き、人員が大幅に増加することから事務費が3億円と膨大になっています。よって国の特別定額給付金と同じく世帯給付への変更基準日を4月27日にすることは絶対条件として求めます。商工融資の拡充については借り換えができないといった課題はあるものの、個々の経営状態に合わせて対応できることが確認できました。商工関係団体等支援事業については各団体を通して加盟事業者に感染症対策として10万円程度の実費を支給するものですが、遡って支給されることでより実態に合った支援が期待できることが分かりました。以上、いくつか疑問は残りますが、感染症対策は緊急性が高いことから速やかな予算執行を求め、令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号に賛成いたします。おめでとう。後ろに議案第46号2020年度千代田区一般会計、補正予算第3号について意見を発表いたします。今回の補正予算は第2回定例区議会での2020年度千代田区一般会計補正予算第2号付帯決議、無利子の位置付け拡充を行うこと、新型コロナウイルス感染症予防策として商店会や各種団体への運営補助を行うこと、国の特別定額給付金から漏れた4月28日から来年4月1日までに生まれた子どもへの独自給付を行うことなど、付帯決議の中身を不十分ながら反映したものになりました。多少千代田区特別支援給付金に対して区民からは PCR 検査機の拡充に充てるべき、医療機関への支援を優先的になどの意見がありました。予算委員会の中でも PCR 検査の拡充や学校給食の無償化などを求める意見が多数出されるなど、新型コロナ感染対策は給付金だけでは包括できないことも明らかになったと思います。区長は新型コロナ対策について12万円の給付で終わりではない、さらに対策に取り組んでいきたいと述べています。今後区民のニーズをつかみ、きめ細やかな新型コロナ対策を進めることを強く求めるものです。商工融資事業や商工関係団体等支援事業については、新型コロナウイルスに全体で立ち向かおうとしている中、区民と一般の事業者で利子補給や信用保証料の対応が違うもの、商店会や団体に加盟しているかいないかで支援が受けられるか否かに差があることなど、課題も浮き彫りとなりました。また今事業者が一番困っている人件費や家賃などの固定費への補助については、支援がまだまだ不十分であります。今後中小商店事業者の実態をしっかりつかみ、支援の強化を求めるものです。以上のことを指摘いたしまして、議案第46号2020年度住宅一般会計補正予算第3項について賛成をいたします。はい、分かりございますか。米田、はい、補正予算第3号に賛成の立場で、補正予算第3号に賛成の立場から意見発表を行います。
100年に一度と言われるこの度のコロナ危機であります。この危機に際し、区は第一に区民の生活を守り、また事業の継続ができるよう最大の支援を行っていくこと、第二に感染拡大防止のため新しい生活様式の定着を図っていくことであります。この度提案されました区独自の特別給付金12万円の一律給付はまさにその支援であり、また新しい生活様式の定着へ全区民が同じ思いに立ち協力していただくという大事な意味があります。私たち会派は大いに評価するものでございます。執行にあたってはこの度の特別支援給付金についての意義を区長自ら区民の皆様に丁寧に説明していただくことを求め賛成いたします。はい、本部に小枝委員。この度の補正予算に、について意見発表をいたします。7月28日区長による突然の解散劇は全区民、12万円給付事業の驚きと合わせて結果として千代田区民のみならず全国に千代田区政は一体どうなっているのかとその関心を極限まで高めることになりました。2日間の審議により、総額約86億円という小学校1校新設に匹敵するほどの拒否の補正予算が1人12万円全員に包括的支援という名のもとに配布される一方で PCR 検査や学校給食費など子どもたちへの支援、ビルオーナー救済策、災害時避難所における感染症対策、さらなる商店街、商店支援など区が区民や子どもたちのためにやらなければならないことが未だ山積みであることが明らかになりました。今回このような形での所得階層や困窮状況を問わない一律の給付というやり方が今後の財政状況を考えると確保を立て替えもままならない、あるいは2波3波への備えに十分対応できなくなるのではないか、そんな千代田区になってしまわないかという不安が大いに残る状況でした。しかしながら地方自治法177条の4項、緊急時災害時における感染予防のための必要経費に関わる予算を減額などすることがそれこそ超不信任の、議決とみなすことができるとの法の定めと関わる可能性もあることから、混乱の上に再開された予算委員会でありますのでさらなる混乱を避けなければならないということと、この委員会の中で支え合いや思いやりの基金を創設し寄付を受け行政の中にも寄付をできるような仕組みを作っていく子どもたちや困窮する人たちのための、振り分けが個人の思いの中で実現するというようなこともこの先の流れの中でぜひやっていただきたい。これだけのお金を支出する以上は、なんとかいい方向でこのコロナの乗り切り、そしてこれからの私たちのこの地域の支え合いの文化をさらに手厚いものにしていく方向で生かしていっていただきたいということを述べまして、本予算に賛成をいたします。はい、他に、よろしい。一般会計補正予算第3号に賛成の立場から討論します。大変話題となった12万円の特別支援給付金を含む今回の補正予算は今後の財政見通しの観点からもまた比較的裕福な世帯の多い本区での一律給付であるという点からも未だ疑問は残っています。12万円現金給付は包括的な対策との説明が随所でなされましたが中小企業やフリーランス等コロナ禍の影響の多いところへのさらなる支援の必要性は依然残されたままであり引き続き前向きな検討を求めるものです。しかしながら本予算は区としてはほぼ初めてのコロナウイルス対策としての生活支援融資によらない商店街支援であり前に進めるべきであると考えます。今後の今まで以上に無駄のない財政運営と事務事業施設整備計画の整理を求め賛成いたします。他に岩田
議案第46号2020年度中学一般会計補正予算第3号について意見発表させていただきます。今回の補正予算は新型コロナウイルス対策に関するものであるだけに迅速に行われてなければならない。とはいえ、例えば1人12万円の過小千代田区特別支給や支援給付金について、新型コロナウイルスが今後1年くらい続くのではないかという予測から月1万円かける12ヶ月で12万円であるとか、明確な基準はないというような根拠の曖昧な答弁もあった。またもっと支援してほしいところには行き届いていない部分もあり、もろ手を挙げて賛成するわけにはいかない。ただし、ただでさえ1ヶ月も遅れている新型コロナウイルス対策は一刻も早く区民も望むところであり、我々が区民の代表であることに鑑みれば反対をするわけにもいかないところは悩ましいところである。今回は苦渋の決断として賛成する。はい、お答えございますか。長谷川議員。補正予算に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。今回の予算の過小千代田区特別支援給付金は包括的支援ということで、各区民がそれぞれ必要としているところに使える良い面がある一方で、真にコロナ禍で困窮している方々には一時的な支援でしかないように思います。千代田区は比較的裕福な方々が多いと思われておりますが、見えてない生活困窮世帯の子どもたちの支援、思うように外出できず買い物も思うようにできない高齢者、不安を抱える妊産婦への持続的な配慮とさらなる支援を求めます。商工支援については区内の各商店、事業者に対して公平であるような支援となるよう、団体への協力を得て地域活性化につながる区の対応を要望し、2020年一般会計補正予算第3号に賛成します。はい、他にはございますか。小野委員。補正予算第3号について賛成の立場で意見を述べます。補正予算第2号に対する付帯決議を踏まえ提案がありました。今回各所管でもアイデアを出し、各種ご検討いただき取り組んでくださっていることに改めて感謝いたします。地域振興に関しては12万円の給付について区民からは助かるという声が多いです。特に4月以降、経済状況が徐々に悪化するご家庭、感染防止の衛生品購入費や万一への備えが必要なご家庭など区民ニーズも様々で、コロナ禍ならではの出費があります。新生活様式が定着するためにも給付金が有効に活用されることを願います。一方で区民の中には給付金はありがたいものの他の施策に生かしてほしいとの思いもあるようです。こうしたご意見も踏まえ、寄付文化の醸成も視野に入れ、寄付された給付金が区内の事業に活用されるようご検討いただけると幸いです。また商工振興では新設の融資に加え、国や都の施策から抜けている項目の支援もありました。今回は団体向けなので、申請団体が支援策を有効に活用できるようサポートをしつつ、団体に加盟している個々の事業者の皆様が有効な事業に向けて有効な事業が展開されることや、重複申請を極力防げるよう分かりやすい支援をお願いいたします。今後しばらく続く感染防止を実践しながら、地元の皆様に安心して楽しんでいただくお店の環境づくりや、落ち込んだ経済状況を区も一緒に乗り越えるための強力なバックアップ体制など、窓口対応から実務まで膨大な事務量だと思いますが、税金を投入してのコロナ対策です。有効な支援策として地域の皆様にも喜んでいただき、事業によっては持続可能な仕組みとしてポストコロナの財産となるような成果を期待し賛成といたします。はい、他にございますか。櫻井委員。令和2年度中学一般会計補正予算第3号について意見発表を行います。新型コロナウイルス感染症が未だに収束を見せない中にあって、千代田区ではこれまで独自の PCR 検査の実施や中小企業などの支援策を講じてきました。また市民の皆様に対しても不要不急の外出を控え、合わせて手洗いの徹底やマスクの着用、3密を避けるソーシャルディスタンスの確保に努めるなど、さまざまな生活上のお願いをしているところです。しかしながら本区においても新型コロナウイルス
ウイルス感染症に感染する住民は徐々に増加傾向を見せており、区民の皆様にあっては不安な日々を過ごされています。こうした状況を踏まえ、今回の補正予算第3号では、これまで区が効率的効果的な予算を求め、加えて行政改革に取り組む中で積み立ててきた財政調整基金を活用し、区民1人当たり12万円を支給するとともに、区内の小規模企業などに対する、区独自の融資制度を創設し、併せて商工関係団体などへの支援事業を行うものです。市民の過程で様々な指摘が行われました。まず今回の区民1人当たり12万円の給付金の支給は、これまでの区長の不正運営の疑惑を隠すために唐突に参加された間は、市民を通じても拭い去ることができなかったことを改めて指摘させていただきたいと思います。この点については今後も引き続き住宅委員会百条調査の場において明らかにしていきたいと思います。その上で今回の特別支援給付金の給付方法については、区は国の特別定額給付金が原則世帯に対して給付されていたものを新たに創設する住宅特別支援給付金では、市民一人一人を対象に支給するものとして税制計が進められていました。そのため区のシステム改修費や各種商標類の印刷、封入、封刊などに要する委託費が国の給付金における委託費の3倍以上の2億5000万円余りとなっており、医療面の上からも国と同様、世帯に対して原則支払うよう求めたところです。またその内訳については、補正予算の審議のため開かれた本理事会の開会後、唐突に出された区長の議会解散通知のために実質的に1ヶ月もの内部検討時間があったにもかかわらず、審議の過程において詳細な経費の積み上げについて具体に示すことができず、また経費の積み上げの根拠になる見積もりも口頭で確認したのみであるなど曖昧なものであり、本予算案が成立した際には、その後の制度設計の中で可能な限り縮減を図るとして議会側に示すことができませんでした。こうした姿勢は議会形式とも受け止めることができ、執行機関には猛省を促したいと思います。しかしながら、今回の千代田区特別支援給付金は基準日以降も区内に住み続け、令和3年4月1日までに生まれた新成人にも支給する内容となっていることや、偽装手順によって支給を受けることのないようしっかりと審査していくこと、DV 被害者に対する支給方法や生活保護世帯、区内に本拠を有するホームレスに対しても支給していく方向であることなど、柔軟に対応していくことを区が考えていることも明らかになりました。また、委託についても今後議会と議論をし、経費の削減に努めるとの答弁もありました。加えて小規模事業者などへの新たな融資制度の創設や区内商工関係団体への支援策についても予算化が図られており、一定の評価はできます。融資の精査を行い、可能な限り減額に努め、執行残の経費を審議の過程でしてきたインフルエンザワクチンの全区民無償化に充てるなど、さらなる新型コロナウイルス感染症への区民の不安払拭に向け取り組むことを求め、本予算に賛成します。はい、他にございますか。よろしいですか。はい、これで討論を終了いたします。それではこれより採決に入ります。ただいまの出席者は全員です。採決は起立により行います。議案第46号、令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号に賛成の方の起立を求めます。賛成全員です。よって本案は賛成全員により可決すべきものと決定しました。以上で本委員会に付託された
議案の審査を終了しました。委員長、どういう柴崎委員。議案第46号令和2年度中学一般会計補正予算第3号に対する付帯決議案を提出をいたします。お取り計らいをよろしくお願いいたします。ただいま柴崎委員から議案第46号令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号に対する付帯決議案が出されました。付帯決議案はあらかじめ委員長宛て提出されております。その写しをお手元に配布いたしますのでしばらくお待ちください。案文をお見通しくださりますようお願い申し上げます。ただいま配布いたしました議案第46号令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号に対する付帯決議案について質疑を受けます。よろしいですか。以上で議案第46号令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号に対する付帯決議案に対する付帯決議案の質疑を終了します。続いて討論に入ります。討論はしばらくいたします。これより柴崎委員から提出された議案第46号令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号に対する付帯決議案の採決に入ります。ただいまの出席委員は全員です。採決は起立により行います。ただいま提案された議案第46号令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号に対する付帯決議案に賛成の方の起立を求めます。賛成全員です。よって本案は委員会提出議案でといたします。終わりに議長からご挨拶をお願いいたします。予算特別委員会の閉会にあたり一言ご挨拶申し上げます。7月27日に当委員会が設置されましたが、次の日には石川区長による突然の解散相当などで1ヶ月近く審議が中断しました。しかしこの間も河合委員長、早尾副委員長、永田副委員長、内田副委員長をはじめ各委員の皆様には執行機関が誰一人出席しない中でも委員会を開催し、再三の出席要請や配布された資料に基づく意見交換などを行い、本日採決まで至ったことに、感謝を申し上げます。また執行機関の皆様におかれましても、この間補正予算審議に対する資料作成などのご協力を感謝
あまり感謝を申し上げます。さて、予算特別委員会の中で行われた貴重な議論の中、議会側からのさまざまな課題や問題点に対する意見などは、今後の新型コロナウイルス感染対策症へ対策へ反映させるよう執行機関は努めていただきたくお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。はい、続いて区長からご挨拶をお願いいたします。区長。予算特別委員会の閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。委員各委員におかれましては、本日議案第46号令和2年度千代田区一般会計補正予算第3号につきまして、原案通り全員一致で議決を賜り、誠にありがとうございます。特に議論のあった事業の執行にあたりましては、いただいたご指摘を真摯に受け止め対応してまいりたいと思います。また委員会でただいま採決をされました採決議についても十分に庁内で議論をし検討をしてまいりたいと思います。今回の補正予算は区民の不安を払拭するための包括的な対策となっておりますが、今後の新型コロナウイルス感染症への対策は全庁を挙げて可及的に施策をまとめ、そして議会の皆様方にも提案をさせて議論をいただきたいと思っております。特に委員長の河合義郎議員、副委員長の綾尾恭一議員、永田総一議員、内田直之議員には大変なご尽力に感謝を申し上げますとともに、委員各委員におかれましては審査に大変なご苦労と時間を費やしたことを深くお詫びを申し上げます。どうかこれからも一つ新型コロナ感染対策について精力的に我々の方も進めますが、さまざまなご議論を賜りたいということを申し上げまして、私の挨拶といたします。どうもありがとうございました。はい、閉会にあたり私から一言ご挨拶を申し上げます。皆様大変お疲れ様でございました。7月28日に当予算特別委員会が開会され、約1ヶ月間空転の後、本日やっと補正予算の審議を終え、予算審査が終了したわけでございます。今回の補正予算はコロナ禍の中、区民の生活や地域経済を支えるものです。区長はじめ執行機関の皆様には指摘事項を真摯に受け止め、初心に戻って予算執行をしていただきたいと思っております。結びに議長はじめ副委員長、委員の皆様ご協力を心から感謝を申し上げまして、委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。